まあ私の聞いているハリウダ伝説がまあいくつかあってえ違ったら違うと言っていただきたいんですけど中学からその高校入って当日だから普通は早稲田大学に行くはずなのにまあ明治に行ったのはなぜかというと2回定額になったと。<laughs> で1回目はえまあ学校の許可なくというんでしょうかねダンスパーティーをまあ勝手にやってまあお金を。 稼いでいたことが、まあ、咎められたとで2回目は、えー、朝鮮高校と大乱闘してそれがまあ問題になったと。で2回定額になって、えー、早稲田には上がれなかったっていうのはいいんですかなんか大体合ってるんです。<laughs>